さて、この企画は大阪に設計活動の拠点を置かれている芦澤先生と平沼先生がモデレーターになって、2ヶ月に1回夜の7時から開催される連続のレクチャーシリーズです。毎回異なるゲストの建築家にお越しいただき、建築の思想や依頼のきっかけ、作品への手法やアプローチなどの建築への考えを探るとともに、より本音でこの場でしか体験できないお話をお聞きしようと、10年前の2010年よりスタートしました。それではお二人にご登場いただきたいと思います。大きな拍手でお迎えください。こんばんは。こんばんは。それでは伴先生にご登場いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。東京でもね、赤坂見附に丹下健三さんが設計した、30階建てのプリンスホテルがあったんですけど、もうないですよ。30年持たないですね。つまりディベロッパーが金儲けのために作った建築は、有名建築家が作ろうとコンクリートで作ろうという仮説です。そのうちまた新しいディベロッパーが壊してまた作ります。でもたかが紙で作ってもみんなが愛しさえすればパーマネントのものになり得るんですね。それが仮説とパーマネントの違いじゃないかなということに気がつきました。バンさんが歯間に最初そのこだわったこの理由といいますか、すごい特殊な材料だと思うんですけれども、でバンさんがその歯間で行こうと思った何かきっかけみたいなものっていうのはおありでしょうか。まあ、時代時代の大きな流行ってあるわけですよね。でも僕は昔から何かこう流行に流されてものを作るっていうのが嫌い で、そんな時に歴史を見てて、数少ないその流行と全く関係なく建築を作ってる人が僕は好きで、例えばバックミンスター・フーラーとか、それからさっき言ったドイツ のフライ・オットーさんとかね、がやはり自分独自の建築を時代に流されて作って、でなぜかっていうと材料開発とか構造の開発をすることによって自分独自の建築を作ってる、そういう人に憧れてたんですね。ですからいつか自分独自の材料や工法を開発したいなとずっと当初から思ってまして、で当時はやっぱりバブルの時代、より強い材料とかよりハイテクなものっていうのは皆さん興味あったんですけど、僕は逆によりそのプリミティブなものを、弱いもので建築を作るっていうことに興味があったんですね。なるほど、なるほど。建築の可能性って素材的なこう先端技術を使われていく方向なのか、もう少しその手法が変わっていくのか。僕は今そういう、まあ、力技でコンピューター使ってですね、解析してそのフォームメイキングって僕は呼んでるんですけども、はい、そういう建築が世の中に多いんですが、僕はそういうもの好きじゃなくて、やっぱり昔ながらのフライオットさんが言うフォームファインディングが好きで、やはりいかに素材の弱さを使ったり、その場でしかできない建築を作っていきたいなと。建築家ってどんな職業ですか。我々建築家ってのはあまり社会の役に立ってないなってことをだんだん気がついたんですよね、はい、だから本当に僕らはその人のお金で、あるいは税金で建築を作らせてもらってるから、やっぱりもっと社会のために何かやると、そんな社会の、まあ、お医者さんや弁護士さんみたいにその何か問題解決をするってことは我々の仕事として非常に重要じゃないかなと思ってます。皆様大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。